ジンさんのサマータイムレコードっていう曲なんですけど、まあ、このタイトルのサマータイムレコードっていうのには、まあ、ある夏の日の思い出みたいなそんな意味が込められていて、で、まあ、今日こうやって僕たちとあなたが出会えた今日という日もまた、夏のいい思い出になるのではないかなと思います。次で最後の曲です。1曲目は知らない人も多かったと思うんですけど、まあ、次の曲はまさに今日という日にぴったりなそんな曲です。最後まで、一緒に歌ったり手拍子をしたりして、楽しんで帰ってください。 Kid Unplugged でした。ありがとうございました。